2018シーズン東日本予選第2回第1ラウンドの開始です。今日はちょっと水着の女の子出てこないんですけどね、うん、そう第1ラウンド、まずはこの2人と呼びたいんですが、まずはバトルビートをじゃあ聞きましょうか。バトルビート DJ コペロ用意できたらドラムスクラッチをください。第1ラウンド第1試合のビートはこのビート、このビートの上で戦ってもらう2人を呼び込みましょう。バトル手裏剣 VS サイモンジャップ。それではまず先攻後攻のじゃんけんをお願いします。先攻なんでこっちで。それでは第1ラウンド第1試合先行バトル手裏剣高校サイモンジャップ8小節3本勝負、レディーファイト。 Hell yeah K.O.K. We don't stop OK Yeah 日本レッド You're right I'm a 手裏剣 Call on the response Hey When I say hip You say hop Hip Hip When I say hip And you say hop Hip Hip。おいおい落ち着け、いやもっと客に媚び売れ、何やってんだレスポンス、ざけんじゃねえよ俺が消すボスみてえなもんだな、まるでモンターナ俺はモンスター、やばいビートで俺遊んだら、バトル修理券なんかかわいそうだね、過酷すぎて。アホンだら登場ステージの上、まだビート乗っかって遊んだら、 I'm a hip hop トニー・モンターナ、サイモン・ジャップヒノキの棒かな、全然痛くね首に当たるペチペチ安いムチス、まるで枝もしくはペンペングサすら生えない、俺の足元には、は俺がヒノキの枝は、お前の命を狙う、お前はしとけよセーラー目指す、そんな感じで俺がこのまま行くぜ、かませ言霊、この場は俺のもん。てか俺気になってたんだ、お前何ギャングなの。I'm an old street outsider、out low 道裏一本裏通り、ゴミ箱便所の中ビールウィード、行っちゃいけないのレッドプレール、またレールから外れちゃミスターサイモン、あんたリスペクト、でもさステージの上なんとかしてぶっ殺さなきゃいけねえ相手。いえいえ俺がミスターサイモン、バトル手裏剣いいとこ見つかんないよ、俺はミスはないよ、サイモンジャップのディスは最強、えよリスナー最高、いい感じでこのまま行こう、お前はギャングじゃなくてギャグなんだよ、俺は逆境跳ねのけるやつなんだよ。終了。それではジャッジに入ります。先攻バトル手裏剣後攻サイモンジャップ、まずはサイモンジャップが1ポイント、それではジャッジのお二人お願いします。赤がバトル手裏剣、青がサイモンジャップです。レディージャッジ。青青勝者サイモンジャップ、バトル手裏剣に大きな拍手一言どうぞ。もっと上で当たりたかったっすよ。1回戦で初っ端一番最初に負けた男ですけど宣伝させていただきます。ライム手裏剣私のキャップ、発売しておりまして今日持ってきてますので、欲しい方声かけてください、よろしくお願いします。ガイシアス KOK アベガー皆さん愛してます。いやいやいや素晴らしい試合でした。さあ振り返ってみましょう、カンさんお願いします。いやまあサイモンの良さが引き立った感じで、はい、バトル手裏剣はこうなんだろう、パッと聞いた感じだとやっぱちょっとヒップホップをある程度知ってからのやつの方が聞いてて面白いラップなんで、まあそういう意味で言ったらちょっとバトルに関してはちょっとサイモンが結構分かりやすく言葉で殺した印象でしたね。なるほど、かっこよかったです。ありがとうございます。エロンさんお願いします。そうですね、3ラウンド目まではまあ拮抗したと思うんですけど、3ラウンド目のサイモンジャップのアンサーがバシバシ決まったのと、お前は 2ターン目のお前はギャングなのかって、三つ編みをしてるからギャングなのかっていうディスで、それに対してまあ返さなかったから、ギャングじゃなくてギャルなんじゃないのみたいな返しとかも良かったんで、サイモンジャップが勝ちですね。なるほど、はい、ありがとうございます。いい試合でした。さあそれでは第1ラウンドの
第2試合に行きましょう。第2試合のビート DJ コーベルを聞かせてくれ。OK、 このビートの上で第2試合に行きましょう。このビートの腕で戦ってもらう2人を呼び込みます。ベノム VS ドラゴン1。ベノム VS ドラゴン1。それでは先攻後攻のじゃんけんをお願いします。